昭和20年3月21日、陽光うららかな日、美しく立派に散るぞ、そう言って一番木に向かう友の胸に、俺はまだつぼみだった桜の一枝を飾って送った。明日は俺の番だ。死ぬ時が別々になってしまったが、靖国神社で会える。その時はきっと桜の花も満開だろう。3月26日、花爽やかに白く日。お父さん、お母さん、ただいまより出発します。この世に生を受けて23年、まさかお父さんやお母さんより早く死ぬとは思ってもみませんでした。お母さん、亡くなというのは無理かもしれません。でもどうかよく死んでくれた、そう言ってください。私たちは祖国を守るために死んでいくのですから。4月2日、春雨の煙る日。幸か不幸か、俺はまだ今日も生き延びている。だが雨が上がり、虹が橋を架け、茜色の夕焼け空が広がるときに、俺は必ず行く。後に続くことを信じて、俺たちの死を決して犬死ににしてもらいたくないのだ。海軍少尉小野栄一、身長5尺7寸、体重17貫500、極めて健康。